ルナ1号は1959年に打ち上げられたソ連の月探査機。世界初の月衝突を目指したが、それには失敗し月金棒を通過するに終わった。ソ連は1957年のスプートニク1号打ち上げ以来宇宙開発を積極的に進めていた。宇宙開発競争の一環として月を目標にし、 1958年以降は月に探査機を着陸、衝突させることを目的としたルナ計画を行っていた。月を目指す打ち上げは、1958年に3回失敗し、4回目のルナ1号において好評に足る成果を得ることができた。1959年1月2日に打ち上げられたルナ1号は月着陸まで至らなかったものの、1月4日に、 月金棒5 9 9 5トルを通過し、人類初の人工惑星となった。月面到達に失敗したとはいえ、当時ソ連がすでに月を超える軌道に人工物を送り込む能力を持つロケットを要することが実証された意義は大きかった。探査機の全体的な形状は急上をしており、そこから5つのアンテナが突出していた。 無線機は 19.993MHz、183.6MHz、70.2MHz の3つの周波数を使用した。ソビエト連邦の紋章に加え、観測装置として、磁力系、ガイガーカウンターシンチレーション検出機、流星人検出機などを搭載した。電力は、水銀電池と酸化銀電池により供給された。 探査機本体に推進システムは搭載していなかった。同系機として、ルナ2号が存在する。ルナ1号は1959年1月2日16時41分21秒に、バイコヌール宇宙基地から打ち上げられた。打ち上げロケットの第3弾とともに脱出速度にまで加速した後、ロケットから切り離された。1月3日、 地球から11万 3000km の距離まで飛行したルナ1号は搭載していた 1kg のナトリウムを放出した。気化したナトリウムの鉱石は地球上から6等級の明るさで観測でき宇宙空間における機体の振る舞いに関する研究に役立てられた。1月4日、ルナ1号は月から 5995km の距離を通過し、 地球と火星の間を交点する太陽周回軌道に入った。打ち上げから月接近までの飛行時間は34時間だった。なお、打ち上げロケットの第3弾もルナ1号と並走して太陽周回軌道に達した。ルナ1号の軌道要素は1959年1月1日19時を元機として近日点距離 0.98au。 演術点距離1.3ミリ AU、高天周期450日、軌道傾斜角0.01度である。ありがとうございます。